おお、トーマスだ。あれ、アニーとクララエルがいないぞ。他にないか探しみよう。お、これは何だろう。開けてみるぞ。中にはアニーだ。他にも何かあるぞ。何か出してみよう。お、いっぱい入ってるぞ。トーマスの仲間が入ってたね。まずは早速アニーをつなげて出発。トーマスは羽橋にやってきた。あれ、でも羽橋に何かあるぞ。あー、登れなかったよ。おや、誰かやってきたぞ。あ、やってきたのはカーシーだ。危ない。おー、ぶつかっちゃったよ。あー、びっくりびっくり。さあ、この中は何が入ってるのか見てみよう。これは、よいしょ。おー、シューティングスターボーダン、ヘンリー。車両が大きくなった。でもこれでようやく渡れるぞ。羽根橋を渡っていこうと。やってきたのはゴードンだ。ゴードンが下がってくれたぞ。さあ渡ろうと。次はセンサー。よし、もう一回おうと。次はニアだ。さすがに大丈夫。よし、次こそは。よいしょー、羽根橋を渡るぞ。次に来たのは、これは、ケイトリンだ。びっくり。次に来たのは、トンネルだ。トンネルに誰かいるぞ。よし、お久しぶりよ。それ。わー。なんだかいっぱい出てきたぞ。まずは、ジェームス。リセンジ・トーマス。今度はレベッカ、そしてロディ。最後に残ったのは、これはバーティーだね。トンネルを抜けたぞ。さあ、次を探しに行こう。今度は先手が抜けたぞ。よし、キリンだろう。それそれ、おお、木製になってるぞ。いかんいかん、戻れ戻れ。それこれ、さらに小さくなっちゃってるよ。よし、もう行こうと。それこれで、おぉ、元に戻った。よかった、よかった。クラベルはどこなんだろうね。おやおや、そこにいるのは、クラベルじゃないか。よかったね。これでお仕事ができるぞ。あれ、クラベルが、クラベルが食らってきた。では、なんだなんだ。来たのは、ヒロだ。ああ、トーマスだ。お、また何かやってたぞ。これは、エドワード。あれ、エドワードの後ろから来たのは、おこれは、トビーだ。何か通ってくぞ。おっと、これは、ケンジだ。うわ、大惨事になっちゃったよ。トーマスも無事にクラベルが見つかったぞ。楽しんでもらえたかな。それじゃあまた見てね。バイバーイ。